こんにちは、ジャンボです。前回は、石炭を発見し、トラクターを製作したところで、終わりました。今回は、石炭発電自動化のための、準備をやっていきます。まず、トラクターを使用した自動化を、行うため、トラック、ステーションを配置しましょう。全体の配置状態がよくわからないので、少し高台へ移動します。背面から素材の搬出、搬入を、しなくてはいけないので、少し空間を空けないとな。よし。それでは電力を供給しましょう。トラクターを取ってきます。うわあ。危ねえ危ねえ。ちゃんとステーションの屋根が、開いて、取り出しているのはいいですね。それではここで、布地の分析で解放されたマイルストーンを、完了しておきましょう。発射。それじゃあ作ってみよう。初めて胴体に装備するものですね。それでは実際に使ってみましょう。あれ、どうやって使うんだ？パラシュートの使用は落下中にスペースキーで使用できますよ。それでは次のマイルストーンを完了しましょう。ティア4の鋼鉄の生産。納品して。発射。マイルストーンを完了しました。
鋼鉄の生産がアンロックされました。新しいパイプランの効率を確保するため、鋳造炉と改良型の採掘機が含まれています。より複雑な部品類の作成が可能になりました。さあさあ、それでは、前回入手した設計図、新武器を作成しましょうか。ゼノザッパーを使って、ゼノバッシャーを作ります。それでは装備してみましょう。お？おお、伸びたー。かっこいいねまあ少し画面が狭くなるから今は外しとこ。じゃあ続いて、コンベアマーク2を使用するのに、強化鉄板が大量にいりそうなので、工場にラインを追加しましょう。強化鉄板は、2つの部品を材料に、作成するので、組み立て機を使用します。強化鉄板の作成には、だいたいレシピを使うので、鉄板6枚とワイヤー30本だね。それじゃあこの鉄板のコンテナから、このコンテナを避けるラインを、作るよ。角度が急すぎるか。じゃあ少し大回りさせよう。よし。ちょっと待てよ。やっぱり鉄板は鉄板で、使うし、保管する用と、強化鉄板用を、分岐器で分けよう。
これでよしっと。それじゃあ組み立て機を設置して。ワイヤーはコンテナから繋いでっと。鉄板も残りのラインを引いてっと。完成。それでは電力をつなげて、稼働させてみましょう。すごく遅いですね。では、ブレーカーが落ちました。それじゃあ石炭も少し取ってきてることだし、石炭発電機でも置いてみましょうかね。おお、めっちゃでかい。よしよし。それじゃあブレーカーを入れ直して。でかいだけあって、発電量も50メガワットと、多いね。それでは最後に、上から見てみましょう。こう見てみても、石炭発電機は大きいね。というところで時間となりましたので、今回はここで終わります。次回は、石炭発電自動化の完成と、工場の大改修を、やっていきたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたなら、チャンネル登録と高評価、コメントをしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジャンボでした。